ラーメン、神戸ラーメン、神戸ラーメン第一朝日の A ラーメン、神戸ラーメンとは、兵庫県神戸市及びその近郊で食べられている、ラーメンに対する故障。口実するように、いわゆる、ご当地ラーメンではない。神戸のラーメンには、これといった統一した特徴は存在せず、様々な味やスタイルが混在している。がって、神戸ラーメンは、神戸のラーメンと同義であり、それ以上でも、 以下でもない。神戸ラーメンという言葉は、神戸ラーメン第一朝日が1984年に FC 展開する際に名乗ったことで誕生した。神戸市民の間では、神戸コロッケなどと同じ単なる店名あるいは商標として捉えられており、神戸ラーメンというものが存在するという認識もない。古くから神戸に存在するラーメンの特徴としては、次のようなものが挙げられる。 1970年頃までの神戸のラーメンは豚の小肉などから取った無色透明の関東風、チンタンスープに柔らかく縮れのないストレートな菜麺を合わせるというシンプルなスタイルであった。具材としては茹でもやし、青ネギ、チャーシューが定番でワンタン麺の人気も高かった。神戸には戦前から華境が多数在住しており、また伝統的な食文化の面からも 醤油味を好む関東とは異なり、塩内市は薄口醤油を少量用いるのみで素材の味を生かした薄味の関西風中華料理が発達している。現在も古くからの街の中華料理店で供されるラーメンはほとんどがこのタイプであり、口述する濃厚で油っぽいラーメンの台頭後も中高年層や女性を中心に根強い人気を保っている。1971年に 京都第一朝日ののれんわけとして、神戸に進出。現在の神戸ラーメンの原点とも呼べる店である。現在の感覚からすれば、あっさり系に分類されることもあるが、当時としては脂っこく濃厚な醤油味と食べ応えの、ある固めの麺、山盛りのネギにスープを取った後の豚肉をスライスして、用いることによる、ボリュームたっぷりのチャーシュー麺などが、革新的な味として労働者や、 学生の間で評判となった。モッコス、総本店モッコスは、第一朝日の味をベースに、同店の出身者が、豚柄や、背脂などを用いて、さらに濃厚で若者向けに仕上げた第二世代の人気店である。現在の神戸を代表する味として、支持を集めているが、第一朝日が持ち込んだ、大量の薄切り煮豚と山盛りの青ネギという、 京都ラーメンのスタイルはしっかりと継承されている。より濃厚な味を求める思考の変化に伴う第一朝日の衰退とともにモッコスに代表される類似点がいくつか誕生しているが、その多くは基本的に第一朝日の味とスタイルを継承、進化させたものである。その意味では今日言われる神戸ラーメンのルーツは京都の第一朝日にある。第一朝日と その流れを汲むモッコスや神戸っ子などのカウンターには揚げニンニク、おろしニンニク、ニラ唐辛子、ラー油など通常のトッピングに加え短冊状に切った黄色いタクアンが置かれている。これはラーメンライスを注文する人のためであるが中にはタクアンをラーメンにトッピングとして投入するものもいるというありがとうございます。